どうも、ピュアキングです。今日はこのコースやっていきます。Do I know what I'm doing? 私は私が何をしているか知っているでしょうか?ということですね。まあこの方は自分が何をしているかわからないということで教えて差し上げましょう。トロールコースを作っている、いな、晩ご飯を食べている、いな、今夕方の5時なら塾の帰りだよ。撮り直していいっすか？なんか気の利いた面白いこと言おうと思ったらめちゃめちゃつまんねかったわ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.71%。 そういや最近案件が来たんだけど、なんだと思う？タバコだよタバコ。絶対紹介するわけねえじゃんね、タバコとか。その人僕のチャンネル見てるって思わない？はい、どうもこんにちは。まあこれ下行く、いや絶対右が正解だと思うんだけど、最近コメントでさ、ピオキングさんは余計なことしかしないでくださいって言われたんだよね。下行くのは余計なことだって分かったら、でも気になっちゃうもんな。いや意外と正解か。開幕唇。いやそれさ、電子タバコだったんだけど、どうやってゲーム実況しながらその紹介をしろっていう話だよな。皆さん知っていますか、マリー実はタバコを吸っているんですよ。一回充電さえしてしまえば30回は連続で吸えるという幻のキット、これを機に一度手に取ってはいかがでしょうか。世界初ですよ、世界初。夏季厳禁ですよ。うわー、うまい。この銘柄はなんて言うんだい。おやおや、お客様、お銘柄高い、なかなか希少価値の高いキャラですよ。やめよね、子供も見てるんだから。この動画撮れませんけど。そもそもハテナブロックを叩くことが間違いなのか、この辺に寄ってみようか。そうするとキノコが出てきましたね。これもキノコ隠してるんでねえな。そういやですね、ふと我に返ると動画は楽しいんだけど、なんでこんなイカれたやつの動画を見てるんだろうっていうコメントそこの君、それは正しいぞ。このドアに入れるっていうことは分かった。でも上に行けば何かあるのかい、全部隠しブロックなのかい。こいつはワンワンじゃん。君ここまで来てくれる、来てくれると思うけど僕は避けるぜ。てめえなんかにやられる。花落としてきたぐらいで勝った気になるなよ制作者。クリア率から見てもね、このコースは簡単だっていうことは分かってんだ。なんだこのリート、一旦落ちてそっから右ダッシュすれば問題なんでねえの。でも上のハテナすごく気になるよね。バブルかもしれない、それとも魚かもしれない。だから落ちる前にダッシュだ。雑魚は引っ込んでろ。パウ様が消えちゃった。そこ頑張ったら何をする。多分この下の線のところにパウ様が来ると思うんだよね。だから右行く、そしてすぐ左に行ってパウ様をキャッチ、それで問題ない。さあここでキャッチ C の投げていいのかな。投げてここカシブロックはないね。じゃあこのまま進んでいこうか。しかしあの50コインの方気になるな。特に何もない。この音符も特に何もない。さあそろそろ中間ポイント2があってくれてもいいよ。ラルショールドヘイブ、うん、なゆかた、僕はわかんない。ショールドってさ、何かをするみたいな感じかな。絶対違うと思うんだけど、ゴーインドア、W/パウ。日本語で書け。あ、わかった。パウを持って左上のドアに戻れっていうことなんじゃない。ただ気になるのが、ここのピンクコイン取らなくていいのかっていう話なんだよな。僕を舐めるな。タス乗りしてあのピンクコインを取ってみせるさ。みんな見てて。何事も挑戦って大事だよな。自分の気候を正当化しようとしてる。さあパウを持ってきましたよと。こっからどこに行けば、右下か。こっち怪しくない、なんだそれ。ならば左に行くまでよ。あ、左開いてんじゃん。でこのまんまこのオンオフを C のこのハテナブロックで下のハテナ壊れる。誰だお前。誰だお前とか、なんだそれとか、簡単な言葉しか言えなくなっちゃってるって。でここのハテナブロックを叩きのブロックを壊しておく必要があったんだよ。でパウブロックを持ってくれば先に進めるっていうことだと思います。さあここでパウブロックをキャッチできるのかい。さっきの上ら変わってるとかそういうことはないのかい。うん、そういうことはなさそうだ。俺の負け。さあパウブロックをキャッチしたまんまここまで来れたんだけど、ここでパウブロックを置いてドアに入る。これで、うわ、なんかボム兵降ってきたね。あのボム兵下に持っていかなくちゃいけないのかな。まあ、こっから下に行くとは思うんだけど、隠しブロックはない。さあこの下に行ってパックンがいたよね。やっぱだ。反応遅、この針に当たると思ったじゃんか。でこれ時間やった。中外ちゃん早いね。これ下は何、何、何、楽しそうなところじゃないか。スプーキー、
どういう意味だいスプーキーって。これ変わんない、変わんないのか。落としてくれよシューンってさ。いや、いすぎいすぎ、多いって。50コインの方行ったらあなたたち全員来るんじゃないの。いやいや、もういい、このまま行っちゃいっちゃい。どこで次はこのオンオフブロック変わるんじゃないのか。だから急いで行った方がいいと思いますよ。変わるだよならどうすればいいって言うんだ。この上に逃げておけばいいのか。そしたら隠しブロックが出て鉄球が出てくると思ったらそっちから出てくんのか。でも下に行けないよ。この土管に入れっていう感じかな。うわ、左はどうだったんだろうね。シュイムボックスってなんだよ。上に戻ったらやり直し聞く。こっち左入れる。入れるね、ありがとうありがとう。そして30コインがある。あの30コイン取ったら下に行ってしまう。どうだろう。じゃあもう右下のドア行けないんだろうね。うわ、あっちはあっちで気になる。後で行かせてくれんのかな。じゃあもう左の30コインは取らない。そしてフラワーを取って、この氷を溶かすということだと思いますよ。スネオちゃん、何を溶かす。そっちはやめろ。てっきり右に来ると思うじゃん。え、何この死に耐久みたいなやつ。この鉄球に当たるだけ。ちょっとフラワーが邪魔なんだけど、まあ死に耐久っていう感じでもないよな。まあこれで当たれば終わりだだけだと思いますよ。このタイミングだ。いや違う、フラワーだけは取るな。このタイミングだ。いやそれも違う、このタイミングだ。死に耐久飯を食べるぞ。今ね、上に気になることが書いちゃったんやけど、30コインを取れみたいなヒント書いてなかった。だから30コインを取ってすぐ右に逃げてみようか。これでオンオフが変わります。でこっからどうするかっていう話で、なるほどね、そこでバブルが出てくるのか。じゃあこのフラワーいらないんじゃない。あ、やっぱ取らないもんな。クロイド、あのフラワーを取ろうとしたらいけなかったんだね。あの30コインはどうする。ビーズイッチが発動して上から何か降ってくる未来しか見えない。では一旦行ってみようか。あ、何もないんだね。え、あそこにフラワーが出てくんの。いやそれはそれで話は変わってくるよ。一旦取っておこうか。鳥居のこっからすぐ右に行けるよ。いや、こういうコースってさ、ざっとロールコースっていう感じ。そうかそうか、30コインを取った時点でオンオフが変わったのか。これで土管に入ればよかっただけ。あのフラワー本当にいらないのかな。やっぱいるって書いてんじゃん。え、どうやって取んの。このバーってない。え、なんか腹立つんだけど。左行ってみるか。このバネに乗って一旦左の上にジャーン。なんもないかい。ということはですよ、ここで30コインを取る。でチビ状態のまんまこのスネークブロックを上にやる。でオンオフをすれば下にフラワーが落ちてくるっていうことなんじゃないかな。いや絶対そうだと思うよ。ほらね。でここの魚だけ無駄に出しておこうか。マリオ RPG がしたいなと思うこの頃。さあここでバネが出てきたよね。このバネ絶対持っていくと思う。問題はこの砲台が何を出してくるかですよ。え、君は何を。うわ、どっち持っていく。一旦上のハテナ叩こうか。コインか。じゃあ僕はバネを信用する。多分バネで合ってた。やっしゃ、ダンスバネで、これは2分の1か。上と下どっち行く。僕は下だと見た。そもそもよ、このドアの先氷ブロックがあったからさ、このブラパを倒しておかなくちゃいけないんじゃない。そしてパンブロックを足場にしてドアに入っていけみたいな。この状態だったらフラワー状態のまま来れますよっと。絶対これで合ってるね。さあこっから上に行こう。で氷ブロック通すでしょ。でここでジャッカマンしていこうか。ジャッカマン、この山の全てを燃やし尽くせ。エクスプローション。魔法映像成功みたいだね。さあここで扉が出るんじゃないの。そうだろ。よしよしよし。で次どっち持っていこうか。バネとパウ。いや今回パウはいらない。いやパウでいこう、パウで。ちょっとちょっとちょっと。さっきバネだったもんな。だから今回はパウでいきます。あー、え、これどうやって上に行くんだろうな。え、これ右に行ったら何。死に耐久みたいな匂いがするって。ほら行き止まりだしさ。このチョロプー、あ、なるほど、チョロプーを右に持ってこいっちゅうことか。え、ちょっとパン邪魔だな。このパン一回捨てておこうか。でこのチョロプーをこのリフトに乗せて右にある、右に右に来い、右に右に、そのまま右に上です。いや、これ頑張れば結構いけるんじゃない。そんなに難しくないと思うんだよな。ここで右にやる、ナイス。そしてチョロプーそのままこっち来い。キャッ、あ、あ、あ、戻んなって。これはダメだ。これめっちゃ時間かかるかもしんない。なんかね、結構調整が必要なんだよな。チョロプーこっち来て、あんまり左に行くなよ。で、イエイエイ、チュッチュッ、ここ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 で、左、ここ、ここ、ああ、ああ、ああ、
むずいって、最近知りたい気多すぎやしないか。チョロップってこんなに扱いにくい生き物なの。よし、2体は激アツで、ちょっとだけ左にやるでしょ。で、ここで思いっきり右。いや、ちょっとお前、言うこと聞けって。全然言うこと聞かねえ、このチョロップ。いや、これね、本当にちょっとね、スピード調整が難しいんだよ。よしよしよし、いやー、あー、バカが俺も。もうチョロップ一回来てくれたからさ、飛ばしてもいいんじゃないかなと思うんですよ。やったー。さっきこの扉入ったらバネを持ってくんなみたいなこと書いちゃったよね。でもパンブロック持って行ってもダメだったってことは、何も持たないで行ってみようか。ツタかなんかあった？いや、なんもないじゃんか。ツタあるじゃん。こいつに登っていけっていうことだったんだね。これで中間ポイントは。やっはっはっは。焦った。またあの知り体験しなくちゃいけないと思ったよ。で、ここはなんだい、知り体験みたいな見た目してるけど、そういうわけじゃないよな。ここの音符を叩いたら、あの四角の枠に何か出てくる。だからここで待っておく。ん？どういうことだい？上に行っていいのかな？一旦上に行ってみようか。そしてこいつをかぶっちまえばいいんだ。そうだろ、かぶる。そして右に行こうか。これ何？いや、右が開く以外ないよな。一旦左に逃げておこう。あ、やっぱこれで合ってたんだよ。で、この鉄球の行く末はなんだなんだい、このバネちゃん。あ、待って、ここなんか出てくる。おい、テイクパウパウを持ってこいってこと。ここパウが出てくる。てめえ。まあ、中間ポイント2からここまでは難しくなかったよな。このパウを取ればいいだけで、上にテイクハテナって書いてるのがめちゃめちゃ気になるんだよな。パウ持ってきちゃいけなかったですみたいな。で、上がチェックポイント1で、下がフィートピックス、こっちを選べっていう感じかな。パウを持ってきてるから。わかりやすい罠だぜ。上に決まってんだろ。チェックポイント1って書いてる方が怪しすぎんだよ。 C 見える？お先真っ暗だよ。まあまあ、チェックポイント1戻しが長かっただけ優しかったね。こっちが実はチェックポイント戻しっていうわけじゃないよな。まあ、扉に入っていきます。そしてここ、いや、ゴールなんじゃない。いや、絶対そうだと思うよ。もしかしてここ全部隠しブロックがある？どういう、壊れる。僕の心が壊れちゃう。もしやこれもうゴールできるんじゃないのか。上からゴールすればいいだけだよな、こうやって。いやいや、難易度がめちゃめちゃちょうどよくて、すごく遊びやすいトロールコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スワンプストームドッスンの嵐ということですね。で、このコースはあのトロールを作る天才、いや、魔女テルルさんが作ったコースです。説明文にこういうの一回作ってみたかった、てへ。はいはい、かわいいかわいい。これで満足か、テルルちゃん。そんでさ、テルルさんのツイートに、このコースだったらピオキングさんに勝てるかもとかいうなめくさったツイートしてたんですよ。一発マリオ名人を名乗るだ。テルルちゃんがクリアできるくらいのコースなら俺も楽勝でできんだよ。いつもの通りテルルさんだけ当たりが厳しい。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.11%。 いや、しかしクリア率 0.11% はマジでやばいよね。どんだけ難しいんだろう。多分ドッスンが襲ってくる系とは思うんだけど、このドッスン、やっぱりこっち来るよな。で、時間は20秒しかないのか。うわ、これめちゃめちゃ忙しそうだね。ここでスピン、なかなかいい調子で来てねえの、このドッスンは。お前詰まってんじゃねえよ。渋滞起こる。僕が詰みました。なるほどね。このドッスンを詰ませないように、さらには自分も避けながら行けと、そういうコースだと思いますよ。でもさ、この下の2体のドッスンがあるやん。このドッスンたち下に下がってきてない？さっさ来いよ。なかなかやるでねえの、テルルちゃんよ。こんなにブーマー。落ち着いていけば簡単にクリアできると思いますよ。いや、無理無理。よくこんなクリアできたな。そしてさ、今うちの猫が膝元にいるんだけど、なんか心配そうにこっちを見てんだよな。大丈夫かお前みたいな。ごめん、なんちゃ全然大丈夫じゃないんだよな。バカだよ。がむしゃらに行ってもしょうがない。まず一旦攻略を見つけようか。ここでドッスンをおびき寄せる。で、ここでクルーしてかわし続ければいいんじゃない。このドッスンは来てくれる。なかなかいい感じだ。このドッスンは来れる。あ、来たね。そしてここ、うわ、ゴールまだだろ。いや、ゴール見せて、せめてゴールの。お前何止まってんだよそこで。
こっち来いよ。これさ、上のドッスンも左に来させなくちゃいけないのかな。そうすることによってドッスンたちが突っかえるっていうことはなくなりそうなんだけど、でもさ、そうしちゃうと時間が足りなくなっちゃいそうなんだよな。まあいいや、一旦このまま行ってみよう。なかなかいい調子なんでねえの。もうこっから下から行こうか。ここでドッスンかわします。で、ここもドッスンかわします。かわします、かわします。ゴールまで長すぎんか。こんなコーステルルさんがクリアできるわけないですよね。この辺にスタンドが隠してんじゃない。投稿者隠しみたいな、そして自分だけスタートでゴールしましたみたいな、そういうことあるわけねえだろ。うぐいよ、誰か助けて。こんなのね、僕あんまり深くないんだよ。こんなに難しいコース、さっきまでトロールコースやったのにさ。ていうか、なんかめちゃめちゃ調子よくなきゃ。攻略を見つけたぞ。でももうゴール方法分かったもんね。あばよ、タイミングっていうのがちゃんとあるね。ほら、わかる。何がだよ。ちょっと真面目に話します。やり方さえ分かればそんなに難しくないよ。シャガクルーンをやりながら均等感覚に進んでいくと、ドッスンたちも均等感覚に隙間を開けてくれながらこっちに来てくれるんだよね。だからこれはもうリズムの問題だね。あい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 もう疲れだって過呼吸になっちまうよ。もうろれつも回ってないんだよ。でもこのまま先に進むんじゃないか。ろれつなんてどうでもいい、クリアしちまえばこっちのもんなんだ。実況なんてな、どうだっていいんだ。あのさ、そろそろいい加減にしてくんないかな。攻略を見つけたぞとか言ってましたけど、見つけてもね、簡単にクリアできるコースじゃないのよ。一回やってみてよ、本当に難しいからさ。何何、なんでこんなコース作ったの。なかなかいい調子できてんだっていうか、これはゴールできるんじゃないのか。頼む。あー、もういいんだよこんな難しいコース。最近難しいコース多くないか。うん、それを好んでやってるのは僕なんですけど。いや、これはなかなかいい。さっきから神回避が続いてる。で、均等に来てるよ。これなかなかいいリズム。来てる来てる来てる。これは絶対ゴールのパターンだ。頼む。おりゃー、しかもさ、これ最速なんじゃない。残り3秒余っちゃったよね。見なきゃ。出るの俺にも立てつくだよ。いや、相当難しかったけど、すごく楽しませていただきました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。